横浜ランドマークタワーから見た、万国橋万国橋から望む港未来、畜万国橋は、神奈川県横浜市中区海岸通り4.5丁目と、進行1.2丁目の間の運河に架か,かる、コンクリートアーチ橋。車道からつながる、万国橋通りが橋上を通過する。現在の橋は1940年に完成した2代目である。1991年には、 神奈川の橋100線に認定されている。橋から望める港未来地区の風景は人気があり、テレビドラマの撮影などにもたびたび使われている。初代の万国橋は明治大正にかけて行われた新港埠頭の築造に伴い、1904年に仮設された。全長36.6メートル。 幅15.9メートルのアーチ型公共で上部にはランプを吊るす照明塔が設置されていた。同不塔は第一期埋め立てが1905年、全体の整備が1914年に完了したが、当時の塔取り口を結ぶ唯一の連絡橋が万国橋であった。初代万国橋は関東大震災でも橋自体に深刻な被害が及ばずに持ちこたえているが、その後は、 交通量も増えたことから、1940年になると、核福祉強度を高めた、現在の万国橋に掛け替えられている。橋の両側にある、石積五岸はこの掛け替えの際にもあまり手が加えられて、おらず、初代万国橋が加強された、当時の面影を今に残している。ありがとうございます。